ちは、メイムです。今日はすっぴんからメイクをしていこうと思っております。もインスタライブでやっているんですけれども、なぜか IGTV にアップすることができないので、ちょっと YouTube にも載せていこうと思ってます。お願いします。こちら、いつも使っているモイスチュールの日焼け止めを塗ります。顔がワントーン上がる感じがあります。ビズーっていうコンシーラー、ビズーのエメラルドグリーンのコンシーラーをこの赤みがあるところに塗っていきます。目の下のちょっと色がくすんでいる部分が気になるので、ナーズの2246の色をやっていきます。ここだけ、ここにはあんまり塗らないです。だいぶここのくすみがこれで消えました。シャネル、これルブラントーンアップロージータッチ、これを使います。ファンデーションじゃないんですけど、ベースカラーっていう感じで、こういう風にちょっとクッションっぽくなっていて、あまり顔全部にやるっていうより、ちょっと顔をワントーンパッと上げたいっていうイメージな、ほっぺにこうつけたのをさらにどんどんつけ足すっていうイメージより、ほっぺに1回置いたのだけでこの半分の顔は全部もうそれにだけで伸ばして終わりにします。どういったらこれを伸ばしていく、上がります。こちらも3で、下がファンデーションで上がハイライトっていう感じなんですけど、私は普段ファンデーションをあんまりつけたくない派なので、この上のハイライトの方を中心的に使っていきます。鼻の上、少しこうハイライトを入れたいところに入れていくイメージですね。とおでこ、なんか肌が均一になる感じ、わかりますか？うん。あと私はここのほっぺのところが均一にしたい、なのでここの部分にさ、あ、均一になってきました。こちらはセルボークのアイブロウパウダー03番ですね。こんな感じでピンクブラウンっぽいお色をやっていき、トーンアイブロウマスカラの01番、眉頭ですね。こうやって上に立たせるのがすごい好きです。ここが上に、こちら資生堂のブラです。まつげをあんまりこう上に上げすぎないようにするメイクが好きでやってます。マスカラ03番を使います。おまつげはそこまでめちゃくちゃクイーンって上げてないので、ほんとこれぐらい自然な感じでやっていきます。ちょっとすいません、順番間違えましたけど、いつもはアイシャドウの後にマスカラを塗ってます。プレイスというお色です。こんな感じの色でピンクなんですけど、少しくすんでいる感じですごい可愛いです。これをアイホールに塗ります。はい、で目の下にも塗ります。これいっぱい幅取りすぎると腫れぼったくなっちゃうので、ほんとちょっとだけ塗ります。こんな感じで3アルカミストツイスト 4Y08 番です。こちらです。はい、これを
のピンクのだけだとちょっと目がふわんって眠そうに見えちゃうので、こちらでいつも二重幅に塗って目をクッと引き締めてます。はい、じゃちょっと下まつげまだやってなかったので塗ります。次はスリーのアイライナー05番こちらで、この目尻にアイラインを引いていきます。いつもこのちょっと目尻だけに引いてます。なんか目がここがふって垂れてるのが嫌なので、少しここに目尻にアイライン引くと目がクッと上がった感じになります。こんな感じ。次チーク、こちらです。3のエピックミニダッシュ01番とチークをちょっとこうふんって笑った時にツヤーンって色づくところに今回のメイクはのせていきます。で笑った時にここがわっとなる場所です。こちらシャネルグロスルミエールミロワールド、こちらですね。こちらすごい可愛いです。ピンクのオーロラのラメのように光ります。これでいこう。こう向いた時にここがキラッとします。すごい肌がツヤツヤになります。ツヤ。次リップ、リップなんですけど、これもう本当にめちゃくちゃ使ってて、多分私3本目とかかな、3本目もあとこんぐらいで使い切っちゃいます。これディクションのピュアリップの11番ですね。薄い色なのにしっかり色がつく感じがすごい好きです。このナーズのオーガズムシリーズのリップティントですね。グラスをここにだけはこんな感じです。シンプルなピンクツヤメイクでございます。では髪の毛を塗っていきますね。こちらのダビネスのオーセンティックオイル使います。で今日はデイリーメイクなので、本当にいつも私がやっている超簡単お団子をやります。お団子にこうやってした状態をシュシュで結びます。毛先をこの中に入れます。めちゃ簡単お団子ですね。でこのままだとカチッとしすぎちゃうので崩します。でお土産も出し、こういうお団子はラフな方がいいと思うので、ピンピン出てても可愛いと思います。で前髪はせっかく切ったので、まあちょっと、まあ、こうやって上げてもいいんですけど、少し下ろしておこうかな。でここぽよぽよ落ちてくるので、ここをピンで止めます。ゴールドのピンで、でもまあピンが見えてても可愛いかな。今日はあえて見せちゃいます。
はい、と後ろも見せますね。簡単なデイリーピンクメイクでした。どんどんいろんなメイク動画とかヘアアレンジの仕方とか YouTube に載せていきますので、またぜひ見てください。バイバーイ。